ていわゆる集団的自衛権、その通りです、その通りです。集団的自衛権の行使の4類型っていうのは、まあ、2類型ですけど、要するに北朝鮮が弾道ミサイルをアメリカに発射した。核実験問題についても触れたということですが、これ触れざるを得ない状況で触れたって感じですね。あのだから半径750キロの円内では15から30メートルの強い風が吹いています。なお本人も分からなかったと思います。ただ胸が膨らんでたりとか所長があるっていうのはすごく嫌だったと思うんですよ。でもなんで嫌なのかっていうことを言葉に多分できなかったんですでしょうね、きっと自分が何者かっていうことが分からなかったと思うんです。で、まあ小学校の時はね、まあそれでまあどうにかなんか変だなと思いながらも、それでまあスッと行くじゃないですか。